皆さん、こんにちは。皆さん、おはようございます。今回はセリム2世の続きを解説していくぜ。前回はレパントの海戦で敗戦しつつも、キプロス島を獲得しておおむね順調そうだったわね。大宰相ソコップメフメトパシャの活躍のおかげだな。運河建設とか失敗しちゃったけどね。なんでもうまくいくわけないだろ。それもそうね。ちなみにだけど、彼は今回も出てくるぜ。マジかよ、長えな。では、詳しく続きを見ていくぜ。わーい。セリム2世は前回の通り、突然の死を遂げ、その知らせを当時28歳の村とはマニサで受け取ったぜ。セリム2世は格好悪い死に方だったわねてか、村とは兄弟とかいないの？一応5人の弟たちがいるけどまだまだ幼いぜ。今回もセリム2世のようにソコップが迎えを送り、多少ごたごたしたけど、村とは村と3世として即位したぜ。今回も内乱はなしでよかったわ。彼は弟たちの処刑、儀式などの恒例になっているスルタン即位の流れにしっかり沿って即位したぜ。相変わらず処刑してて、残酷なことをするわね。大宰相はもちろん引き続きソコップだぜ。いつまで続けんのよ。いや霊夢、もうすぐ終わりだぜ。ん？この頃には政治家たちの権力争いが過熱し、ソコップの権力は徐々に小さくなっていくぜ。ソコップってそんなにダメだったかしら？ソコップは前回のキプロス島征服に反対したように、ヨーロッパ、ペルシアと平和路線を取っているんだが、ララムスタファパシャなどの開戦すべきと考える人たちもいるんだ。厳しい時代ね、平和がダメなんて。1578年の当主が暗殺され混乱していたサファディ朝への遠征もソコップは反対したぜ。ソコップの身が心配になってきたわ。彼はサファディ朝との戦いの中、1579年にティムアルチが減ったことへの恨みを持つ人物がソコップを暗殺してしまうぜ。とうとうやられちゃったわな。この後の大宰相はどうなっちゃうの？村と三世は力強い大宰相を嫌い、彼の時代には10回以上の大宰相が就任したよ。しかも、大宰相を任命しなかった時期もあるんだぜ。これは珍しいことをするスルタンね。さらに、彼は自身の権力強化のためにハレムを取り扱う、黒人宦官庁を成立させたよ。そんなところに権力基盤を置くのね。黒人宦官はこの後も登用され、彼らの多くはスーダン出身のものが多かったので、引退後にはエジプトで強い影響力を持つことになるよ。肝心の統括するハレム自体はどうなっているの？ハレムは、村と三世の母ヌルバヌ以来、母鬼殺と呼ばれた人を頂点とする、構造が出来上がっていたよ。他にもハレムは女学校的な場所になり、この時代には外交交渉にも使われたりしたよ。スルタン以外にもいろんなところに権力が分けられ始めたわね。帝国がそれだけ大きくなりすぎたんだぜ。さて、話は戻ってサファディ朝との戦いについて話していくぜ。すっかり忘れてたわ。どんな戦いになるんだろう？1578年でのサファディ朝との戦いはコーカサス、アゼルバイジャン地域で行われたぜ。この戦いは13年間も断続的に続き、相変わらずの物資不足によって苦戦を強いられたぜ。やっぱりソコップの言うことが正しかったわね。結局はサファディ朝がシャーバーン朝に侵入されるなど、があり1590年に和議が成立。オスマン帝国はコーカサス、アゼルバイジャンを手に入れたぜ。苦戦したけど結構大きい領土を手に入れたわね。オスマン帝国はまだまだ全盛期ね。見た目はいいけど、オスマン帝国の国庫は空になったと当時の財務官が嘆いた上に、軍事的に圧勝というより、あくまでサファディ朝の混乱のおかげだ。しかも、この地域はほどなくして奪還されることになるよ。サファディ朝は相変わらず手強い相手ね。戦いはこれで終わりかな？いや、オスマン帝国はハプスブルク家とも戦うことになったよ。なんか嫌な予感がしてきたわ。この戦いは1593年に始まり13年も続いたことから通称長期戦争とも言われるぜ。この戦いは勝てるのかな？サファディ朝とも13年間戦っていたけども、発端はボスニアの総督や政府の意向とも言われてるよ。ここら辺は両国の二重支配地域もあり、海戦の原因は常にあった地域だったぜ。何がそんなに長期化させたの？理由としては、ヨーロッパの建築技術の発展が原因とされているよ。この結果、オスマン帝国軍は以前ほどの勢いを出せなくなったよ。今までよりも征服しにくくなっちゃったわね。なんか悲しいわ。こうした劣勢を受け、トランシルバニア、ワラキア、モルドバが敵側に寝返ったよ。思った以上に結構ヤバい状況になってきたわね。戦いは一進一退になり、ハンガリー支配の要所ブダが2回も包囲される事態になったよ。もしかしてこのまま負けちゃう？いや、1603年からは状況は良くなり、ワラキア公を殺害し、ハプスブルク家に対する反乱も勃発し、反抗してきた奴らの地域やハンガリー地域を奪還。やったぜ。そしてようやく1606年に和議が結ばれ、今後60年間は平和が保たれたよ。なんとかいい感じに落ち着けたわね。てっきり押し負けるのかと思ったわ。この戦いはオスマン帝国がオーストリアの新技術を真似て勝ったんだぜ。それぐらいヨーロッパでは軍事革命が起こり、オスマン帝国の優位性はなくなったよ。そんなにヨーロッパの新技術ってすごいの？兵砲、重火器、築城と滝に渡っているぜ。
そのためオスマン帝国は、急いで重火器を持つエニチェリを招集したぜ。ちなみにだがこの戦いは久しぶりにスルタンが遠征することにもなったよ。前回といいヨーロッパには苦戦を強いられちゃうわね。一応まだ対等に戦えてるけどな。今後が不安だわ。続いてはこの戦争の間で起こったことを解説していくよ。めちゃくちゃ長い戦いだったしね、いろいろありそうね。一番大きな出来事はやっぱりセリム三世の死だったよ。え、戦いの中で？大変じゃない。1595年に新しいスルタンとしてメフメト三世が即位。彼は悲しみながら19人の兄弟を殺害したよ。相変わらずえげつないわね。悲しんでるだけマシだけどな。結局殺しちゃってるけどね。これにはメリットもあるしな。さて、メフメトは先代と違い、ハンガリーに遠征するなど積極的に行動を起こしたよ。先代と違って戦っていていい感じね。その一方、オスマン帝国内部ではイスタンブル内で大宰相とイスラム長老が対立。彼らのバックにそれぞれエニチェリ、常備騎兵が付き、抗争が激化していたよ。戦争中に何してんのよ。1603年にメフメト三世は廃位されるのを恐れ長子のメフムトとその母、使用人を処刑。だけど、同年にメフメト三世は病で死去し、アフメトが即位したよ。思ったよりもあっさり死んだわね。これはまた兄弟殺し？今回はなんとアフメトは弟ムスタファを殺さなかったよ。え、なんで？アフメトは13歳で幼すぎ、子供がいなかったからだ。そんな子供が殺さないのを判断したの？もちろん周りの高官が決めたよ。理由として、メフメト三世が19人も殺したことを民衆の悲しんだからというのがあるよ。そのため、アフメトに子が生まれても弟ムスタファは処刑されなかったよ。ようやく兄弟殺しが終わるのね。そうだぜ、今後も処刑はあるけど反対派も増えてきてその中にイスラム長老もおり、より処刑しづらくなったよ。これはいいことね。そう思うかもだがこの鳥籠制度は問題を生むよ。なんといっても君主を殺しても代わりがいくらでもいることになり、政治の争いに利用されることになるよ。完全にいいことなんてないわね。アフメト一世の治世はハプスブルク家との戦いの中であり、彼の時代の1606年にジトバトロク条約が成立したよ。長期戦争は本当に長かったわね。だが、戦争は続くよ。今度はどこよ。長期戦争の最中の1603年、サファディ朝のアッパース一世がオスマン帝国に侵攻したよ。きついタイミングできたわね。彼はタブリーズ、コーカサス、アゼルバイジャンを次々と奪い返したぜ。1607年にはムラト三世の時に取った地域は全て失ったぜ。つっぴょ、何者よ。アッパース一世は、サファディ朝に最盛期をもたらすほどの名君だからな。今回以外の動画にも出るぜ。結局、オスマン帝国は1612年に和平。1555年のアマスヤ条約のラインに戻ったぜ。戦争ばっかで全然いいことないじゃない。サファディ朝、ハプスブルク家といい消耗が強いられてるわね。霊夢、実はオスマン帝国はまだまだ内部に敵がいるんだぜ。まだあるのかよ。この頃のオスマン帝国はティムアル政から徴税受け負い制度に変更が始まり、軍事的にも騎兵への必要性が低下し、ティムアル騎兵は数を減らしていったよ。こうした中でオスマン帝国はエニチェリを増員し、銃を持った非正規兵を増やしたぜ。やっぱり銃の存在は大事よね。だが、この非正規兵は戦争が終われば金銭を求めて村を襲撃するようになるよ。この他にも様々な族や暴徒、反乱者たちをまとめてジェラーリーというぜ。結構ガバガバな定義だな。まあ、そういうまとめ方の方がわかりやすいだろ。まあね。ともかく、彼らは1596年に大規模反乱を起こしたよ。彼らはハプスブルク家との戦争で使われた非正規兵であり、戦いの終わりで解雇された人たちだったよ。彼らはカラヤズジュの反乱に合流、さらに遊牧民なども集まり暴徒化したよ。結構規模がでかい反乱ね。オスマン帝国は東西で戦争をしているのでなかなか兵が出せず、反乱は継続。カラヤズジュが死んでも兄弟が戦い続け、さらなる反乱が相次いだよ。どうやって対処するのよこれ。この反乱によって村が破壊され、破壊した村の騎士がジェラーリー化する負の連鎖も続いたよ。さらに討伐軍のカラマン州軍政官も寝返ったよ。普通の国家ならとっくに滅んでそう。まだ反乱は続くよ。シリアのジャンブラッド家というクルド系のアラブ人勢力さえも反乱を起こしたよ。やばすぎんだろ。どうやってこいつらを抑えるのよ。オスマン帝国は彼らに高いポストに付かせ怪獣を試みたよ。これで終わるの？最終的には、オスマン帝国はハプスブルク家と和平すると反乱に対して討伐軍を差し向けたよ。大宰相クユジュムラトパシャは徹底的な弾圧を実行。1608年にはジェラーリーをほぼ壊滅させたよ。なんとか助かったわね。だがこれは根本的な解決になっておらず、今後もこうした反乱は発生するよ。ひとまずは落ち着けそうね。そして、アフメト一世は1617年に28歳で死去したよ。今回はここで終わっておくぜ。今日はほんとたくさんのスルタンが出てきたわね。戦争もいつも以上に長かったし、次回は弟のムスタファ一世から今回の内容も含めたオスマン帝国の内政を見ていくよ。こんなに反乱が起こっているしね、こうなった原因が気になるわ。次回も楽しみにして待っていててくれ。
チャンネル登録もしてくれたら嬉しいぜ。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。